あ、これウェルビーイングという言葉をそのだからそのまま訳したってだけですね。でその基準っていうんですかね、その、はい、予期性っていうのは、まあ、まあここではすごく難しい、はいはいはい、話で、ウェルビーイングっていうものを そもそもどう測定するかっていうところでその基準の話が細かくあるわけですが、まあここではだからそういう、メジャーメントの話に、ついて詳しく議論するというよりは単にだからそのまあ、ちゃんと人間として生きていく、上で、まあ、言ってみればどういうものが必要かということを議論するときにまあ予期性として存在するという言い方をしているわけですね。普遍的なものとして理解してもいいんですかね。その要は、経済発展によって国によって富める国と貧しい国、はい、で、その性という基準というのが違ってますね。と思うんですけど、はいはい、それは予期性。さっき言ってた、はい、パレート原理における、はい、A と B の話ぐらいの理解でいいんですか。つまり、B よりも A が優越するという時の、はい、悪しき性が B で、予期性が状態に A としたら、悪しき性が。それの場合は、パレート原理の場合は、その、効用で評価してますから、はいはい、まあウェルビーイングという場合、必ずしも効用で評価した状態とは限らないです。限らないです、はい、どうしてもそのある参照点が出てきますよね、はい、抑制と言えるためにはある参照点を照らして、はい、抑制がそうではないと、はい、というふうになると思うんですけども、はい、具体的に考えちゃうと、あれちょっと無理だと思うんですね、はい、ですから今とりあえずどこで満足していけばいいのかっていう、参照線とか満足度っていうふうな意味では ないですね。ですからね、ウェルビーイングの達成っていう何らかの達成水準を全体しているというよりは、まあ大変抽象的なレベルで、うん、議論をここでは置いて進めることが、はい、建設的な、まあ、だから話になる。ここでは、まあ、そのあれですね、その俺はこれだけの、消費生活でこれだけ満足したということを言えるためにはやっぱりその最低限のそのなんていうかな水準に達せなきゃいけないわけで、そこをまあそのレベルでのものをとりあえず考えていけばいいと思います。でだからベーシックニーズという時にだから何がベーシックニーズかっていう時にやはり、言ってみれば最低限人間としての存在として何らかの最低限 その福祉水準には達してなきゃいけないと、そこを、について議論してあ、ま、ついていってるというふうに、まあ押さえておいてもらった方がいいかと思いますね。でウェルビーイングという概念そのものをどういうふうに測定するかというのは、まあ、いろいろあるわけですけど、ね、でまあもちろんだから一つのアプローチはこういう、ですね、財とかサービスのある一定 その達成消費水準でもってその、ウェルビーイングの水準を達成水準を、まあ、強化するというアプローチもありますけども、まあ機能と潜在能力理論の場合はそれをそうではなくて機能という概念で、ウェルビーイングを評価しましょうという話になります。で、やってるあそこですね。で、ですね、まあなぜじゃあそのベーシックニーズの問題をその公正主義的に評価するのは不適切かということで、まあ市場経済システムというのは、まあ
まあ、こうベーシックニーズとみなすべき財サービスに関しても、まあ、営利企業による市場メカニズムを媒介した供給の対象として、まあ、包摂し得るのであるが、まあ、公正主義アプローチはそうした現象を肯定的に評価する傾向性を有すると、例えばですね、具体例として、まあ、正常な淡水資源へのアクセスというのはこれは、ベーシックニーズの典型例と言えますと、まあ、水がなければみんな生きられませんから。でしかし、給水事業の民営化というのはしばしば議論されることがあります。で、まあ、実際途上国なんかでだいぶ、給水事業の民営化が行われるわけですが、その際に問題になってくるというのは、まあ、民営化されることによってその給水事業の、供給活動というのが、収益性基準で行われることになるわけですね。収益性基準で行う結果として、まあ、貧困層が給水サービスの対象から、除外されるという可能性が非常に強くなるんです。で、まあ、それはどういうことか、結局その結果としてその貧困層というのは、まあ、水道供給によるその淡水資源のアクセスが制限されてくることから、まあ、水道以外の水源の利用を余儀なくされると、まあ、結局その、収益性を上げるためにその水道料金が上がれば、場合によってはその水道料金を払えない貧困層というのは、まあ、水道を止められて、まあ、というのは付近の川から水を取ってくるというような話になってくる。で、まあ、それで衛生の問題が起きるわけですね。で、まあ、こういう問題というのは実はその、経済的公正主義による、効率性基準の観点から、すると、まあ、特にその特別な配慮を払うべき対象にはならなくなります。なぜならば、まあ、その市場というのはその財資源の購入のために支払うことを辞さない貨幣額が、提示された市場価格よりも高いような消費者にのみその、財資源を供給する仕組みであると、まあ、結局市場価格が終わっているときに自分はこれだけ払ってもいいと思ってますと、あるいは、まあ、この市場価格よりも低くないだけの、支払い能力を持つような消費者のみがこの消費財にアクセスできるわけですね。これよりもその市場価格よりも低いようなその支払いの、支払っても良いだけの、まあ、支払い能力を持つ消費者というのは財にアクセスできないわけです。だけど、まあ、貧困者というのはその、ケースに相当するわけですが、先ほど見たようにこの市場を通じた仕組みというのは社会的養生という点で言うと確かに最大化されているわけです。したがって効率的な配分を行っているというような判断になるわけですが、その背景で結局、まあ、1日の生存のために必要な量の水資源を購入するのに不十分な所得しか許さない貧困層というのが結局、淡水